実際にエギのカラーをどのように選べばいいか、これだけたくさんのカラーがあるとどういう状況で色を選定すればいいか結構迷いますよね。エギにもこの自然界にあまりないようなピンクオレンジだったり、こういった暗い色、ブルーとかブラウン、またグリーンみたいな色があります。これどういうふうに背中の色を選ぶかというと、一番シンプルなのは水の色に合わせてください。例えば水が濁っている時、少しエギが見づらいなというような水色の時は、こういったオレンジとかピンク、少し派手なものを選んでください。その方がエギをこう追いかけてくるアオリイカの姿も発見しやすいんです。で、対照的に水が澄んでいる時は、こういったあの普段アオリイカが食しているようなベイトを模したブルーであったり、またベラとかその念仏台、そこにいるようなその小魚ですね、そういったカラーを模したブラウン、そしてまた自然色に近いグリーン、水が澄んでいる時はこういった暗めの自然に近いもので、濁っている時は膨張色である自分から見やすいピンクオレンジ、こういうものを使用すると選ぶ基準になって分かりやすいかと思います。エギには背中の色とは別にこの下地のカラーというものがあります。ここで皆さん結構悩むんです。金、虹、赤、夜光、一体どういうふうに選べばいいのかなというふうにやっぱり思われる方多いんですよね。ピンクでも赤い下地、金の下地、虹の下地、シルバーの下地、この下地を選ぶ際にも実は迷わない、あの一定のルールがあります。非常にあの私選ぶとき明確で、光の量を下地の色に合わせてます。光の色とも言いますね。例えば太陽が昇ってくるその朝まずね、だんだん太陽の色が赤からピンク、オレンジっていう風に変化しますよね。下地をその色に合わせてあげるんです。少し夜とか暗い時間帯でしたら赤で、太陽が昇り始める、そういったピンク色の光の時にピンク、そしてだんだん太陽の光がオレンジに近づいていく、そういった時に下地オレンジテープ、そして明るくなる頃に金テープで、太陽が真上に近づくにつれて太陽光は白い光になってきますね、強い光になってきます。そういった時に銀とかホログラム、そういったあの強い光を反射できる下地に変えてきますね。そして今度は夜光とかケイムラ、ケイムラというのはあの透過性の高い透明なボディなんですけれども、紫外線で発光するタイプです。このケイムラボディも光が強い時とか非常に有効ですね。また曇り空とかでも紫外線は届くので、そういった時にも有効です。で、夜光タイプ、夜に光ると書くのでやっぱり夜に使うのもおすすめですね。ただ水が少し濁っているようなタイミングですとか、そういった時にも夜光というのはぼやっと光るので有効な時もあります。なので太陽が昇り始める、その光の色が変化するにつれて赤、ピンク、オレンジ、金、ホログラム、そしてまた夕方に近づくに従ってどんどん太陽って色を変えていきますよね。金になり、オレンジになり、ピンクになり、赤になる、その時間帯によって下地をどんどん太陽光に合わせてください。そして夜になれば赤とか紫、そういった暗い色を使ってください。で、太陽もいつもいつも出てるわけではなくて、雨の日、曇りの時、そういった時もあります。なのでその太陽が少なく、太陽光が少なくてちょっと暗いなって思う時は、この投げる順番を少し早めてください。色の選ぶ順番ですね、ちょっと暗くなってきたな、夕方ぐらいからもうちょっと暗いなと感じたらもう早めにピンクとか赤とか、そういった風にあの色のローテーション、下地のローテーションをその色の光の量で調節してみてください。これでもう下地選びは迷うことありませんね。エギングで使用するエギ、釣り具店に行くと様々なサイズが置いてあります。小さいものから2.5号、3号、3.5号、また大きいものは4号といったサイズもあります。どういった時にこのサイズを選ぶかというと、アオリイカのサイズに合わせてほしいんですね。特にアオリイカは夏に孵化して秋にどん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 成長します。なので秋の9月から10月ぐらいは割と 2.5 から3号の出番が多いですね。で、秋も深まった10月から11月、イカのサイズも大きいので割と大きな餌を取れるようになるんです。そのためシーズンが深まってきたら 3.5 号または4号といったサイズを使ってください。そしてあの春、アオリイカが一番大きいサイズが狙えるシーズンです。そのシーズンはやはり1キロ、2キロ、そういった大型がいるので、
3.5 号をメインに4号。やっぱり大きなエギで狙えるサイズっていうのは非常にアオリイカも大きいです。なのでアオリイカのサイズに合わせてシーズンでサイズを選んでもらえるといいと思います。でサイズをエギのサイズを選ぶ際にアオリイカの大きさに合わせるっていうのも一つですけども、もう一つ要素があります。このエギのサイズ大きいものであればエギの沈下スピードが速くなります。例えばシーズンが深まっても浅場を狙う時もありますよね。そういった時重たいエギで探っていくとどうしても沈下が速くて寝がかってしまうリスクが高まるんです。なので水深に合わせて小さいエギを使うという手段もあります。例えば1メーターないような水深でアオリイカが見えている、そんな状況だったら 2.5 号や3号、1メートル沈むのに5秒から4秒かかるようなものですね。そうすれば浅い水深でもしっかりエギを見せてアオリイカがそのバイトするチャンスを増やすことができます。逆の考え方でイカのサイズはそれほど大きくないんですけど10メートルまた15メートルという深場を狙うとき、そういったエリアでも秋の初盤でもこの深場を攻略するために 3.5 号を投入するっていうケースもあります。なので水深、あとイカのサイズ、たまに小魚が回ってるのが見えますよね。水面をパサパサする小魚、そういった小魚のサイズを見てその餌となっている小魚のサイズにエギのサイズを合わせるというのも有効な手段です。ぜひその状況に応じてエギのサイズを選んでみてください。シーズンを通して一番使用頻度の高い 3.5 号、この 3.5 号には沈下スピードでさまざまなタイプがあります。状況を早く探るにはこのベーシックタイプ、1メートル沈むのに3秒から 3.3 秒、いわゆるノーマルなタイプですね。これを軸に進めていきます。で水深を15メートル、10メートル、そういった深場を狙うときはこのディープタイプ、非常に沈下が早いので1メートル沈むのに 2.2 秒から 2.3 秒と非常に早いです。なので深い場所でもエギを着底させるのが非常に楽なのでこのディープタイプを使う方が深場はおすすめですね。で今度水深が極端に浅い場所、1メートル、2メートル、エギを沈めてアオリイカを助かせるチャンスが十分に取れないような場所、そういった場所ではシャロータイプを使用してください。シャロータイプを使用すれば浅い場所でも根あかりのリスクを回避することができます。その水深、状況に応じてこの3タイプぜひ使い分けてみてください。